鳥なんですけど、でも歌やります。本当にポップくなくて申し訳ない。鳥っぽくなくてごめんなさい。ここからは、じゃあ今ピアノ弾いてくれたのは8期のゆきです。ベースの葉月、ドラム1年生のマリアです。ギター清和、 もう一人のキーボーサトシです。ボーカル小林です。よろしくお願いします。最初にメンバー紹介するのね。ごめんなさい。いいよいいよ。じゃあ。
じゃあ次の曲いきましょうか。
감사합니다. 내내 뭐 잡을 것도 나 생각 잘했대. 둘이 다 가라. 噂によるとこれは新入生ライブを兼ねているって本当ですか？いや、そんなことはない。あ、失礼いたしました。そんなことはなかった。これ普通の12月ライブだよね。わかんない。いや、なんかめっちゃなんか9月生卒業、留学生など9月生、あ、9月か、いろいろ増えていて、なんか久しぶりに来たんですけど、なんか楽しいねみたいな、なんか懐かしい方々にも会えて久しぶりです。5ヶ月ぶりのライブだからね。なんかこんな老害が最後鳥を飾っていいのかっていう、ちょっとマリアごめんね、本当になんか一人で若々しくて嬉しい限りでございます。あ、そっか。そう、なんかここにいる人たち皆さん認識してされてるます？なんか1年生2年生とか本当？あ、じゃあ私だけか。あの、大野由紀と申します。あの、初期です。よろしくお願いします。なんか最初の2曲はちょっとなんかあの、まあ、ちょっとリラックスしていただいて、あの最後の2曲、あと2曲やるんですけど、その2曲はちょっとまあいい感じに、こういう感じであのお願いします。じゃないとちょっと寂しいので、多分というか絶対に 100% 知ってると思うので、まあ乗りやすいかな、ちょっとすごい期待しております。あ、見ないね。あ、もう知らなかった。ちょっとまあちょっとごめんだけど。はい。じゃあやります。近づきたいよ。See you.
次最後の曲、みんな知ってる曲だと思うので楽しんで、最後まで楽しんでください。あ、ちょっと待って。よいしょ。
最後どうした？いや、踏み間違えてる。